樋口さん、それ侍のやつじゃないですか、これやば。これえ、売ってんすか、これ普通に。いや、売ってないです。どうしたんですか。多分これ E3 とかで限定で配られてて、鈴さんにお土産で持って帰ってきてまして、まあ1個しか持って帰ってこれなかったんで、社内でじゃんけん大会がありまして、見事勝利しました。なかなか希少ですよ。やば、これいつオークション出すんですか。いや、バレるんじゃないです